今日ね、コンビニに行ってきたんだよ。でね、コンビニ行って買ってきたもんがね、もうこれ、はい、あ、じゃがりこと、これ、さけるチーズ。みんな何これでさ、みんなこうやって今から想像することを僕が簡単に予想します。じゃがりこと、さけるチーズで今話題の、じゃがりこ作るんだろ、つまんねえやつら、手足って思うじゃん。そうやってみんな浅はかな考えするんじゃないですか。今日はね、違うよ。じゃがりこと、さけるチーズを使って、じゃがりこを作ります。耐熱容器に差し替える方がいいって言ってたから、じゃがりこを全部入れるでしょ？こんな感じ。こんな感じにして、で、さけるチーズに出して、まあ、さけるチーズとか久しぶりに見たわ。いや、昔さ、超食ってたんだけどね、高いからさ、買わなくなった。高いんだよな、これ。だから、めったに食わない。で、2つ、これ、さけるチーズ2つセットだったら、2つ付いてて、なんか、売ってるパターン、タイプのやつで、で、じゃがりこも1つ買ったんだ。じゃがりこも1つ買って、んで、チーズ2つとじゃがりこを2つ買ったんです。まあ1つずつ普通に食べました。バリバリ。何してんの。いや、こんな感じなんですけど大丈夫かな。足りる。いける。いける。じゃあこれにお湯を入れるわけやね。いける。これ大丈夫。いける。じゃあお湯入れます。おぶれ入れたよ。めっちゃチーズのいい匂いするわ。お湯入れましたよ。じゃあちょっとこのままちょっと待ってみるか。じゃあちょっとスプーンでこれ崩すか。スプーンで崩してじゃがりことかを、じゃがりこ多分ね、これもそれ、みんな見てないな。これとかじゃがりことか避けるチーズって多分お湯で取れないと思うんですよ。だから最終的に大丈夫だと思うんですけど、ほら、ほら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 、ほら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 、ね、最終的にみんなふやけて崩れるみたいな感じだと思うんで、じゃがりこも。だから多分ね、ほら、結局大丈夫だと思う。ね、さけるチーズとかは溶けると思うで、みんな写真通りにやれば、ちょっと待って、上からじゃないと、みんな分かりづらいから、今こんな感じなんですよ。だからじゃがりことか多分ふやけてドロドロになって写真、みんな大好きなあの写真になると思うんです。そうそう、ふやけて、それで写真の時なんかね、スナックみたいになっとったのな、みんな。あとね、新しいパソコンです。こちらどうですか。何言ってんの。てかめっちゃなんかチーズのいい匂いしてきたんだけど、ちょっと待つね。このままみてほら、見てて、お前が見せるんだよ。ほら、なんかめっちゃいい感じになってきたね。あ、こういう感じ。じゃがりこがふやけてふにゃふにゃになってるやつ。お、いいじゃん。めっちゃいいやん。今めっちゃいい感じになってんじゃん。なんかお湯が冷めちゃいそう。お湯多かったかな。いや、多いってことはないと思うんだけどな。お、いいじゃん。なんかね、こうやってスプーンでやるとね、チーズがね、まだ溶けてないな。チーズが溶けてないみたいな感じするわ。チーズが溶けてないみたいな感じするわ。チーズが溶けてないみたいな感じするわ。見て見て。ほら、お湯が完全になくなって、じゃがりこほら、水吸って、ほら、蒸したみたいになってる。おー、すげー。
てかめっちゃいい匂いするんだけど、今回ジャガバターのやってるんですけど、めっちゃいい匂い。じゃあ早速いくか。ちょっとかき混ぜるか。ほい、あれ？あれ？ん？あれ？チーズどこ？チーズがドローってなってさ、ネバーってなってさ、出てくるやつ？あれやりたいねんけどさ、チーズがさ、ないんやけど。ちげえよー。チーズがありました。ありましたじゃねえんだよ。なんでチーズが固まらなかった。チーズだけ固まって。じゃがりこと裂けるチーズを使ってじゃがりこを作ります。高いんだよなこれ、だからめったに来ない。で、2つ、これ裂けるチーズ2つセットだから大丈夫かな、足りる。あ、こういう感じ？じゃがりこがふやけてふにゃふにゃになってるやつ。お、いいじゃん。めっちゃいいやん今。めっちゃいい感じになってんじゃん。向いてないよ。こういう動画俺向いてねえわ。僕こういう動画向いてないよ。ほら理想と違うもん。なんでこうやって出てきたの？ひどいな。チーズが伸びるんじゃなくて固まってんじゃん。裂けるチーズ溶けないんだけど、お湯に。動画加工してるわみんな。食うかチーズだけでも。うん、お、いいね。うん、これは裂けるチーズですね。じゃがりこと裂けるチーズが分離しちゃった。やっぱり裂けるチーズの入れ方悪かったかな。やっぱもうちょっとちゃんと見てからやるべきやったな。 YouTube でみんな簡単にできるって言うから何も考えずに簡単にやったらさ、こういうことになるぞ。みんな気をつけてね。ちゃんとこれを作るときは手順を踏まないとこのチラシみたいになりますからね。皆さん、てかこういう動画でさ失敗例とか出す人いないじゃん。こういう動画で失敗例出す人とか少ないじゃないですか。ほらまたチーズ固まってる。チーズ固まってますほら。こういう動画で失敗例出すタイプとかいないよ。しかもこんなんで。いや僕だからできたな。こういう簡単にできる動画で失敗しとる人はおらへんやろな。いただきます。最後裂けるチーズの塊。うん、歯ごたえがありますね。違う。めっちゃ裂けるチーズ歯ごたえあるやん。正直、美味しかったけど、みんなが食べてる望んでるものとは違うんですよね。悔しいなぁ。なんでおとぎやんだよの、もうちょっとちゃんと調べた方がよかったな。ひどいよ、これ。はい、じゃあ今回これで終わりたいと思います。あ、悔しいなぁ。